iTube TV。今までこれでね、20分ちょっと置いてみたんですけど、どんな感じだったのかをちょっとこう撮ってみて、あ、ちょっとかかってますね、パーマがね。これ、わかりますかね。すごい緩いですけど、こんな感じでかかってるんで。今回はね、カールのやつをやってるんですけど、例えばツイストする場合は、ちょっとこれ追加なんですけど、こう巻いていただいて、そのままこうツイスト、パーマ、くるくるくるってねじっていって、そのままツイストパーマした場合は、指2本分ぐらいの毛束を取ってツイストパーマをしてくるくるって丸めて、またアルミホイルをこうやると、そうすることによってツイストパーマもできます。そしてもう1点は、この鉢の部分だけどうしてもセットの時めんどくさいなっていう方いらっしゃると思うんで、結構貼ってしまう方とか、そういう方は本当に鉢の部分だけストレートパーマの薬をつけてストッパーかけるっていう方法もありますね。この部分だけ、ここだけにストッパーの薬1液つけてまた2液をつけるっていうような方法もあります。これ今融合してね、ここはちょっと押さえて、ここはつむじに向かって全部ちょっと外跳ねの状態で今かけている状態なんですけど、こんな感じでかけてます。やり方は、前編の方を見ていただくと分かりますので見てください。今ちょっとねお風呂場で撮ることちょっと難しいんで今説明しますと、これを全部撮っていただいて、この毛束を崩さないように指を通さないようにして下を向きながらお湯を当てます。1分間流した状態でここで2液をつけます。2液のつけ方はもう大雑把にいきますね。このような感じで2液をつけていきます。皆さん、本当に目だけ気をつけてくださいね。目に入れないでくださいね。で、2液も大雑把にこうつけていきます。この時もう指を通さないでください。指を通すと、パーマ取れちゃうので、このやり方だと。で、今2液をつけています。ここでポイント、裏技をちょっと使います。シャンプーを一緒にしていきます。シャンプー剤を今3プッシュ取りました。シャンプー剤を2液の上からつけてます。その時も液だれを、これシャンプーつけると液だれしなくなるので、伸ばさないで円を描くような感じ。描くような感じで、シャンプーをつけていきます。いいですか。2液をたっぷりつけた上から、じゃあまた2液をねちょっと足していきますね。パーマの2液を2剤をつけた状態に、シャンプーを3プッシュつけて、ちょっとオーバーラップをしていきますね。少しパーマ液ついたところよりも多めに2液をつけていきます。2液だけだと結構伸びてしまうんでしょう。でシャンプーつけることによって、増粘されますので、あとはまあ2液の浸透っていう部分もあったりとかもするんですけど、増粘することによってこのまま定着してくれるじゃないですか。だからちょっと伸びづらくなるんですよね。本来ロッドを巻いてる状態で2液つけていかないと、パーマ落ちちゃうんで、わかります。だから1液をちょっと強くかけるっていうのがポイントなんですね。こんな感じで、なるべくパーマかけたの伸びないように、まあ作ったデザインの状態になって、僕は鉢をねちょっと押さえたいんで、この鉢の部分はちょっと押さえます。鉢とあとここのこめかみはちょっと押さえる感じにちょっとして、ここ押さえたいですから、ここはなるべく下に。この時もねコーム使わないでください。コームは入れません。こういう風に押さえます。いいですか。で上はこうぐちゃぐちゃぐちゃって感じです。なるべくパーマが残るような感じでこうラップをするんですけど、なぜラップをするかっていうと、これが
たあのなんていうの伸びちゃうからですね。この状態をキープするのにまたターバンするような感じで後ろからターバンする前に向かって、はい、ここを切ります。そしてターバンするようにこういう感じで止めていくんですね。どうですか、こんな感じ でなるべくこの形状を壊さないような感じにして、これでそうですね10分ぐらい置きます。いいですか、10分ぐらい置きますよ。はい、乳液の時間を2剤をつけてシャンプーつけておきました。でこれで流していきます。で流すときはすごいしっかり流さないとダメです。で、流して終わりじゃなくて流した後もう一回シャンプーしていただいてしっかりお湯をためて流していかないと毛根にパーマ液が残ってたりとかします。それ非常に危険ですのでもうこれでもかぐらいお湯でしっかり流してください。はい、ちょっと流してみたんですけど、わかりますかね、ちょっとパーマかかってるの緩めに、わかりますか、ちょっと緩いですけど、でここの鉢も抑えられてるんでスタイリングは結構楽にできるかなと思いますね。軽くこうピンパーマみたいな感じでかけることができます。まあちょっとね、ついでに乳液の時にそうちょっと色変わったなと思う、茶色かったのが黒くなったと思うんですけど、まあ、乳液の薬って過酸化水素水っていうのを使ってるんですけど、まあ、このカラー剤のこれスローっていうカラーなんですけど、このカラー剤の乳液とまあ一緒っちゃ一緒なんですよ。なんでちょっと僕大雑把なんで時間もったいないんでちょっとここで一液をちょっとつけてちょっと時間置いたんですよね。なんでまあ同時にパーマの乳液放置と同時にこれをちょっと手に取って、まあ、この辺適当につけてちょっと染めたので、6トーンのメタリックなんですけど、メタリックじゃなくてモノトーンか、モノトーンの6なんですけど、ちょっと今黒く見えますけど明るく乾かしたらちょっと色出ると思うんですよね。なんでまあちょっと色違いますが、乾かしていきたいと思います。で今ジェルでジェルでスタイリング、ちょっとパーマがね結構弱めのパーマなので、ジェルスタイリング、ドライに乾かしてジェルスタイリングするとパーマが出てきてくれるんで、まあかけたような感じにちょっと、なってくれます。わかりますかね、結構この辺かかってるの、前髪強くやっちゃうとちょっとねあれですけど、ここもちょっと抑えれたかなと思います。鉢のあたりもわかりますかね、こんな感じに、パーマが当たりました。なんかスタイリングがめっちゃ簡単ですね。なんかジェルつけてもうドライヤー適当にこう当てるだけでできるんで、もう適当ですね。今30秒ぐらいでセットしたんですけど、ここのちょっとボリューム収まってるのと、トップこの辺のパーマがちょっと出たのと前髪がちょっとかかりました。わかりますかね、かかってんの。注意点は目に薬を入れないっていうことと、パーマの一液目に入ったら危ないんで一液を気をつけてください。でパーマ液の設定は、システアミンっていうものは、を使ってのちょっと強め、システアミンちょっと思ったより強めでやった方がいいと思います。メンズの方は、僕パーマ結構かかりづらいんでちょっと強めのパーマ液でやりました。でカラーとかブリーチしてる方とかはにチオっていうパーマ液つけるとすごい毛先傷んじゃったりしてチリチリになっちゃうんですよね。なんで僕責任負えませんので、薬はシステアミンの薬が一番いいと思うんで、ちょっとインターネットで検索していただければいいかなと思います。まあこれはね動画をちょっと何回も見てくれて間違いがないように確認してからやっていただいた方がいいと思うんで、一番良くないのは巻く時に時間がかかっちゃうっていうことなんですね。で巻く時時間かかりすぎてしまうと失敗します。
チリチリになっちゃったりとか、かかりすぎてしまったりとか、髪がすごく傷んでしまったりするんで、気をつけてください。あと、液状のパーマ液は目に入ったりとかやってる時にこう危ないので、ちょっと気をつけていただくっていう部分ですね。なんでクリームを選択してください。あの動画見てくれれば全部わかるんで、皆さんシェアとかね、いいねしていただければまた、一般の人向けにもちょっといろいろ配信していきたいと思うんで、よろしくお願いします。最後までありがとうございました。美容室ハイエモカシ、後藤でした。ではまた。We'll be right back.